秋篠宮姉妹の10年計画、桂子様の行動の本当の意味、眞子さんの結婚当日、一体何があったのか。こんにちは。何かと、世間で話題の秋篠宮家。今回は今までに秋篠宮家で、何が起こってきたのか、振り返っていきたいと思います。ここから記事の引用です。小室桂さんと結婚し降下された、眞子さんは結婚までの、 経緯を振り返ってみると、一貫して、堅くなな印象を受けます。ある皇室関係者によれば、真子さん、慶子様は、思春期の頃からどうにかして、皇室を抜け出したいと考えていたようです。この思いがあったからこそ、真子さんは何としてでも、結婚する道を選んだのかもしれません。確かに、しんがりに行くにも、四六時中お月の職員が、 ついて回り自分の意志で自由に外出もできない環境を二人の思春期になり一般人の友人たちと接するにつれてより息苦しさを感じるようになったのでしょう。まこさんとけいこさまはお互いが一番の理解者でありさまざまなことを共有し合っていたようです。本格的な女性みやけ創設の 議論が開始されたのは民主党野田政権下のことでした政府は女性皇族が結婚後も独立した宮家の党首として皇族であり続けるという案が本格的に検討していましたもしその法案が成立すれば姉妹は今後も皇族として 過ごすことを意味しますこの話を聞いた恵子様はより一層精神的に不安定になったと言います。姉妹にとってみればどうにかして、皇室から抜け出したかったのに、その希望するは絶たれてしまうのです。まさに絶望だったのでしょう。そんな中、お二人は女性三宅創設よりも早い結婚に唯一の活路を見出していました。そして、 姉眞子さんの結婚、姉妹が書き続けてきた悲願の実現でした。だからこそ稽子様は国際キリスト教大学を卒業される際に発表した文書で次のように述べています。私は、結婚においては当人の気持ちが重要であると考えています。ですので、姉の一個人個人としての希望が叶う形に、 なってほしいと思っています。世間が何と言おうと、慶子様は常に、姉の味方であり続けました。そして、10月26日の結婚当日は、姉妹が抱擁し合う姿には、皇室から抜け出すことができた。喜びが溢れていました。しかし、一方でこの結婚問題を、 深刻に捉えたのは国民でしたさんの母カ代さんの金銭トラブルの発覚世間から二人の結婚に疑問の声が上がることは必然でした3年余りの膠着状態そして急展開を迎えたのは昨年のことでした眞子、ま、さんは結婚一時金を辞退し結婚に伴う儀式を全て中止しましたあまりに異例な事態に国民の多くが あっけに取られました。すべてが終わった後に、秋篠宮ご夫妻は、ご迷惑をおかけした方々に、誠に申し訳ない気持ち、皇室としては、類例を見ない結婚など、刑事には似つかわしくない、コメントを発表しました。秋篠宮夫妻のコメントを見る限り、決して、この結婚に納得しているようには、見えません。娘の晴れ姿を見れず世間からも、 崩されない結婚。一般人の感覚でも手放しで。喜べる結婚ではありません。どうしてここまで親子関係は破綻してしまったのでしょうか。昨年10月に、まこさんが複雑性、PTSD であることが発表されました。診断した医師のコメントから症状は、2018年から始まったようです。 2018年といえば、小室さんの母の金銭トラブルが初めて報じられた頃です。それを受けてご結婚に関する儀式の延期が発表されました。そして、小室さんの突然の米国留学、当然社運が高まりました。つまり、2018年は二人のご結婚が完全に暗礁に乗り上げ見通しが立たなくなった時期にあたります。そして、 このことにここを痛めていたのは、舞妓さんだけではありません。紀子様は、もう、これ以上公務はできません。と側近に漏らしていたと言います。娘の幸せを願い、意見しても、当の娘からは責められる状況。秋篠宮家は、ボロボロの状態だったのです。そして、結局折れたのは秋篠宮夫妻でした。親の心配を振り払って結婚した眞子さんは、今幸せなのでしょうか。 現在、ニューヨークで生活している小室夫妻ですが、その身辺には、宮内庁の関与が、見え隠れしています。国民にとってはわがまま娘に、税金が使われているようで、何やらすっきりしません。国民はこの状況について、 どう感じているのでしょうか実際に寄せられたコメントを見てみましょう。自由を吐き違えた結果だと思います。親の価値観や教育がいかに大事かわかる。秋篠宮家の教育に疑問を感じる声が多いようです。眞、ま、子さんの現状を見るとどうしても悠仁さまの今後に一抹の不安を感じてしまいます。娘は親の鏡と言います。では親である秋篠宮殿下は どのような方なのでしょうか、詳しく見ていきましょう。ここから記事の引用です。秋篠宮家関係者は秋篠宮様について次のように語っています。秋篠宮様は、自分仕様にルールを変え、自分独自なことをしないと、気が済まないところがあります。皇室に、新しい風を吹き込む存在として評価する声もあります。しかし、 本当に新しい風なのでしょうか。小室夫妻の結婚をめぐる問題。久々の進学問題。これらを見ると、皇室に吹き荒れる。暴風雨のように思えてなりません。では、実際にどのような改革を言ってきたのか見ていきましょう。上皇様の生前、大位に伴い秋篠宮様は、正式に皇嗣になりました。皇嗣とは、 皇太子と同じく皇位継承順位1位になられた方を指します。皇子として皇族費は増額され、秋篠宮家も改築職員数も倍に増えました。これまで秋篠宮家には側近として、優遇官と次女長が置かれていました。皇子になるにあたって天皇家や皇太子家と同じ人員配置にする必要がありました。しかし、 秋篠宮さまは、猛反対したと言います。本来、皇太子家では、侍従が、男性皇族のお世話をし、女官が、改正皇族のお世話をする、決まりになっています。秋篠宮さまは、この侍従と女官を、男女、共に休務上に統一することを、主張しました。男女関係なく、ジェンダーフリーに、仕事をするように、 求めたのです。これまでの伝統もあり、すんなりと引き継ぎができるものではありませんでした。しかし、秋篠宮様は、新しい故障に必要なまでの、こだわりを見せたと言います。また、G に関しても、公師家となると、体制が大きく変わります。公師家には、 じいちをトップにその下に3名の人がつくことが決まっていました。しかし秋篠宮様はじ長や G という名前に不服だったようです。以下大部位など真に案を出しては関係者を困惑させました。結局、医師の役職名は事実をそのままとすることで落ち着きましたが、議論は1年近くかかりました。 さらに講師になれば日常の起きないの用意や掃除など身の回りのことを手伝う職員もつくことになります。しかし、秋篠宮様はそういった職員が生活空間に入ってくることに対して抵抗されたと言います。この改革について皆さんはどう思われましたか新しい考えも必要ですが今までの伝統を打破する 必要があったのでしょうか。そんな秋篠宮様の価値観は、お子様の教育にも現れています。高子さんや恵子様は、学習院大学ではなく、ICU に通わせました。また、久人様は、お茶の水女子大学付属、中学に通われていました。自由な選択が、皇室改革として称賛された時期も、ありましたが同時に、様々な圧力が生じたのも事実です。 直近で言えばまさに定型校進学生の問題がその例です悠仁さまがどのように成長されるか全ては秋篠宮様の手に委ねられていますしかし眞子さんの件を思うとどうにも不安がよぎってしまいますね国民の皆さんはこの件についてどのように思っているのでしょうか本日も 最後まで動画を見ていただきありがとうございました。また、皆さんに感じたこと意見などをコメントしていっていただけたら嬉しいです。もしよろしければ、評価などもお願いします。では、次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。